どうも、はじめまして。今回は、鉄拳8にあるこちら、アーケードクエスト。ゲームセンターを舞台に自分が主人公となって、鉄拳8のバトルを学びながら楽しめるモードです。ということで、このアーケードクエストが、本当に鉄拳8の基礎を学べる、初心者に優しいモードなのかというのを、実際に遊びながら検証していきたいと思います。で、今回使用デバイスなんですが、普段はアーケードコントローラーを使っているんですけども、今回は少しでも初心者に近づくために、普段使っているアーケードコントローラー、もう格闘ゲームやるときはこれしか使えないんですけども、これを使わずに PS5 の純正パッド、これで少しでも操作に慣れていない不慣れな状態で、アーケードクエストに挑んでいこうと思います。それでは、始めていきましょう。で、ストーリー部分に関してはちょっと、さらっと流していきましょうか。これは鉄拳で繋げるあなたの物語。待って。アバター俺、これにしてた。ちょっと なんか出てきたんだけど、これ確かにこんなん作ったな。ちょっとアバターカスタマイズに時間かけたくないんで、なんか、前に作ってたやつを、そのまま流用しました。これでいきます。ここは重要じゃないんだ。待ちに待った最新作、ついにプレイできると思うと、震えるぜ。空いてる筐体はないかな。空いてる。初日に空いてることあるか。すごかったぞ、鉄拳6の初日。すべてのチュートリアルを受ける。重要なバトルシステムのチュートリアルのみ受ける。まあ、初心者向けを見ていきましょう。心配するのは地元で鉄拳博士って呼ばれてる俺が基礎の基礎から教えるからさ。やばいな。もう逃げられない。鉄拳8の基本操作は、そうですね。四角が左手、三角が右手、丸が右足、×が左足。これが基本です。だから4ボタンで遊びます。こうやって。技が出ると、ボタンに対応して、適応して。で、方向キーと組み合わせると、ちょっと性質の違う技が出ると。実戦でよく使う大事なコマンド入力。あ、出た。これはタンタンタンと。もう連打するだけですね。テンポよく。タンタンタン。方向キーの黒いのは、長押しです。だから、タンタンで前へ押しっぱにして、お、間違った入力しても、指摘してくれるんだ。まあ、体力、減らしたら勝てるよってことですね。これは格闘ゲーム共通です。で、これで後ろ入れでガードしましょうって感じ。まあ、基本ガードがタッチガードですってことです。で、次は下段攻撃と投げ。これはしゃがまないとダメ。もしくは投げ技は、しゃがむか投げ抜けしないとダメってことですね。まあ、これは、難しい。基本的に、あんまりしゃがまなくて OK。やたら相手が擦ってくるなってなったら、しゃがもう。最初は下段の押し付け合いだから。ペラッペラの。ペラッペラの下段の押し付け合いです。ヒートシステム。体力の下にある青いゲージですね。これで発動して、まあ、強化状態に入ります。まあ、僕がマックス言ってることを要約してるだけですね。で、1ラウンドに1回だけしか使えなくて、これは絶対に1ラウンド1回は使いたいです。無理やりでも。どんな形でも。で、このヒート中に出せるヒートスマッシュという必殺技ね。全ゲージを消費して発動する必殺技。初心者のうちは、ヒートを発動したら、ヒートスマッシュを最後に打つっていう。時間内に打つ。それを最重要視すれば大丈夫。で、次、空中コンボ。なるほどね。敵を空中に浮かせて、そしてまとまったダメージを取ることができる。で、おすすめの空中コンボは、ライトゥーで浮かせて、R1 でヒート発動で、ヒート状態でヒートスマッシュ。まあ、こんな簡単なコンボはさすがに対戦中では使えませんが、まあ、あとちょっとで倒しきれるみたいな時は、なんかね、R ボタン連打してもいいのかなと。誰だ？オロチ。オロチ先輩とブレード。ブレード選手。優勝者は鉄拳ワールドツアーのマスターイベントで招待されます。俺は世界一になるためだけに戦っている。立ちはだかる奴は全て蹴散らして必ずトップになってやる。以上だ。やばい奴だな。あ、ホームのゲーセンに鉄拳8が来たと。なるほど、ここに行けと。主な対戦相手の段位は、初段2段作詞。まあ、始めたての人ですね。これはね、リアルのゲーセンでもよくあって、ここは弱いゲーセン、ここは強いゲーセンっていうのは、確実にあります。僕がいたとこは割と初心者が多いゲーセンだったかな。お、キャラクター選びだ。これ待って、その前に許容できない。その前に唯一許容できない。まずい。ちょっと待って。これさ、え、これもしかしてカメラ操作変えらんない？リバースにできない。やばいやばいやばい。この時点で俺結構アクションゲームとしてはもうきついんだけど。よしやろうぜ。使うキャラを決めて新しいバトル体験しようぜ。キャラ決めか。あ、100円入れた。開始時のキャラクターは、これは、まあ、本当に左で大丈夫。で、キャラクターは、見た目が好みのキャラクターを選択するといい。そうですね。基本的には、まず最初に見た目で選びましょう。で、今回、どうしようかな。せっかくだし、まあ、ジーンはな、まあ、全く使ったことない、キャラクター。レイナでいいっすか。レイナ、可愛いから使いたいし。レイナの基本を、僕はアーケードクエストで学びたい。レイナはスペシャルでしか使ったことないので、まあ、実質知らないようなもんですね。R1 でヒート自家発動ね。で、ヒートになったらヒートスマッシュ。これはさっきも教わりましたね。まあ、ここで教えてるってことは本当に対戦中大事ってことです。ヒートを発動してヒートスマッシュを打つ。
これは絶対にやること。え、これだけでいいの？これだけで対戦をしろと？マックス厚か使いかよ。ちゃんとカスタマイズしてるし。おすすめ技、お、いろいろあるな。まあこのおすすめ技を使っていけばいいと。ヒートとりあえず使いましょう。はい、ダン。ヒートになったぞ。ヒートになったら、そうだな、使うか。ガードされたんだけど。おい、ガードすんね。うわ、しかも横移動でかわしやがった。投げ。まあ投げは本当に初心者で通りますね。まあレイナって言ったら右かかと、右かかとだな。右かかと、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 これ有利取って、しゃがんでたら 3LP が繋がると。レイナはこれだろ。おすすめ技これでしょ。カスタマイズ魅力的なの。そうだね。カスタマイズ楽しいです、相当。勝利は確実で、第2ポイントが稼げそうなカモが来てくれたぜ。クソ野郎だな、こいつ。さて、筐体で対戦しましょう。で、これをね、100円入れて1回対戦するわけですよ。右上に、なんか入ってるな。ヒート状態に移行しよう。ってことは、まあ、つまり、ラウンド中2回は、ラウンド中というか1試合2回は必ず、移行した方がいいってことですね。はい、ヒート発動。この後の追撃はわかんないな。まあ、まだわかんないままやるもんか。レイナもう一個強いのはこれか。これだな。次は空中コンボか。ヒートシステムを使った空中コンボ。これはね、覚えなくていいです。他はもう飛ばして大丈夫。空中コンボはちゃんと空中コンボのそれぞれのいいレシピがあるので、この簡単なやつは覚えなくていい。は、負けたんだが。大会か。初心者大会ってとこかな。あ、そうだ。で、出るね。あ、これだけでいいじゃん。そうなんだ。わかった。3、これね、おすすめ技だけでいけます。これ 3RP。これを打って、タンタンタン。毘沙門殺って、タンタンタン。これでコンボ。ああ、なるほどね。確かにこれだけでも一応おすすめ技だけでも対戦できそうだ。ただ、多少はプラクティスで動かしといた方がいいですね。でもこれは、ゲーム始めるときに絶対やるはずだから。僕も鉄拳 5DR のとき、いきなりゲームセンターでやったわけじゃなくて、わざわざ家庭用の鉄拳5買って、それで動かして、いっぱい動かしてから、ゲーセンデビューしましたから。さすがにそのいきなり、何にも知らずにやって、ちょっと触ってやりましたはさすがにちょっと難しいですかね、それはさすがに。よし。ジェレイ！この技最強っす。優勝です。え？俺が決勝で負けるなんて。やばい、なんかカズヤいるんだけど。オロチ。オロチ先輩。強いプレイがいるかと思ってきたが、俺の見当違いだったよ。そんなもんネットで調べるよ、このゲーセンのレベルが高いかどうかぐらいよ。煽りに来てるんじゃねえ。負けることを教えて相手を選んで対戦し、真剣勝負が逃げ回ってる。それに関しては、ちょっと、まあ、それも遊び方の一つだけどな。打倒オロチ。あいつ倒すか。遠征か。まあ、さすがに地元のゲーセン、じゃあもう最強になっちゃったからな。闘志画廊妄想。待って、これ AI。ちょっとこれ、もしかして、噂のゴーストバトル。超高性能ゴーストバトルができるんじゃない？まずは、こう、移動や攻撃をしてみよう。こっちの真似をしてくると。はい。ラーニングしてる。AI が学習している。お、起き上がらねえ。おい、ちょっと、捨てられた、これ。AI がゲームを捨てた。こいつ一生熱波なんだが。これをラーニングしてどうするんだ。これでゴーストシステムが解放されたと。じゃあ次フェニックス行ってみるか。空港のダメージアップが必要な頃。確かにそうですね。現状トルネード教えてもらってないのか。浮かせて、はい、はい、はい。ミスった。はい。ダン、ダン、ダン。で、これ。これを空中コンボにすると。空中コンボの基本は、浮かせてトルネードさせて、締め技を打つ。っていう流れです。これは全キャラクター共通。なるほど。学ぶ順番は分かってきた。まずはヒートを使えるようになって、次に空中コンボって感じなんだな。なんかやべえやついるな。乱入してくるぞ。やべえやつが来たな。パークラッシュか。ヒートシステム、空中コンボ、で空中コンボの火力を上げる、そして、パークラッシュ。まあこれは相手の攻撃を受けながら、こうやって反撃をする技ですね。まあ、こうやって攻められてやばいなって時は、ヒートバーストでもいい。てか、むしろヒートバーストで切り返すこと多いんじゃないかな。お前だ。やろうぜ。俺のパークラで、お前くしゃくしゃにしてやんよ。タンタンタンの、これ。ここの読み合いが強すぎる。パンパンパン。中断。パンパンパン。投げ。投げ通りますからね。姿を現した。よし。すげえゲーセン。お、下段と投げ。ここでついに下段と投げを覚えると、崩しを覚えるんだな。そうですね。これまでやってきた技だと、まあ相手に攻撃当たんなくなっちゃうので、こうやってガードされてるからね。そこを下段で潰していくと。うん。この下段はいい。この下段はいいですね。細かいけど、めちゃくちゃ簡単に。
削れるし、まあ、リスクも少ないと。まあ、それと同時にリターンも少ないですけどね。で、投げ技。まあ、これは、立っている相手に対して投げを発動すると。見てから抜けられちゃいますけども、まあ、そんなバンバン抜けてくるような人は上手いプレイヤーですし、あと、今作は投げ強いです。ガンガン投げましょう。60ダメージ以上のコンボ。これでいけるかな。ダメ。多分、レイジ使えばいけるな。レイジアーツ。まあ、60ダメージ以上のコンボってなると調べないとダメですね、これは。コマンドリストの主力技ではよく使う技の性能、有効な連携がわかります。横移動と横歩き、方面型。これは、流したね、ここは。この部分は。確かに、最初はこの横移動、うまく使えませんからね。まあ、初心者のうちはね、横移動考えなくていいですよ。縦で対戦しましょう。いや、横か。ジェレータン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 。からの、これして、これで多分60ダメージ以上コンボ出るでしょう。レイジアーツ絡めれば。普通のコンボの、その締めを、レイジアーツにする。これで、60いってないの？あ、いったわ。ですよね。そしてお嬢様リリーと。もう完全に作り込んでんな、キャラクター。中継でこれで。ヒート発動して、で、ダウン取って、バンバン。壁コンわかんない、教わってない。壁コン教わっとらんな、それは。直トルネードの技を教えてくれないと。って思ったけど、これをもうコマンドで確認しろってことか。今多分そういう感じになってるのもう。キャラ愛。自分の愛するキャラを美しく飾り、勝利という最高の衣装で飾りなさい。ネプチューン。お、レベル高いね。またヒートシステムの講習が入るそうですよ。ヒートダッシュ。出たー。ヒートダッシュ。まあ、これですね。これヒートダッシュ。まあ、これは、今、キャンセルですよ。キャンセルしてダッシュするって。で、コンボに繋がったりするっていうね。まあ、難しいから、あんまり最初のうちはやんなくていいと思いますけどね。僕は個人的にはヒートスマッシュを当てるっていうのを最終目標にするのがいいと思う。バトル中に体力を回復させる方法。ここは流すんだね。これね、体力ゲージの白ゲージですね。白ゲージは相手に攻撃をすることで回復します。で、ヒート発動でも HP 回復しますので、まあ、ちょっと攻め込まれて削られたなって時はヒート発動で切り返すっていうね。また体力を取り戻すなんてのもあり。これ絶対当たる？ 66RP6 入れ LK 絶対当たるかも。合剣。で、ここでね、上がったランクでトロフィーの合剣到達のトロフィー取れるらしいので、あと修羅到達まであるんですけど、一応そのトロフィーはこのアーケードクエストで取れるっぽい。物語はもう終盤戦かな？修羅羅刹羅刹。羅断じゃん。オロチ。あいつは風扱いだから確定反撃を覚えるといい。やってみるか。出ましたね。ここで確定反撃か。ひとしきりコンボとかヒートとか下段攻撃、投げ攻撃覚えたら、やっぱりここでようやく確反なんですね。相手が振ってくる技に対して、こうやって確定を返す。で、確反は最大じゃなくていいんです。で、レイナはこのジャブジャブ、LPLPRP がすごい強いから、基本これで返せばいい。まあ、わかるものはどんどん最大にしていけばいいんですけど。よし、大会いけますか。こいつ奈落しか打たねえ。おい、こいつ奈落しか打たねえぞ。回剣。もうちょいで修羅じゃん。あ、そっか、待って、コンボ締め。あ、これでいいのか。あ、簡単だ。ちょっと待って、今コンボします。ちょ、コンボ完成した、簡単なコンボ。やめて。これ、これ、バンバン、バン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 。かの、これです。めっちゃ簡単。打っとし。当たってくれる？あのオロチ先輩、この我流も倒してるってことは、これあるな。ミカド、最低でもミカド、ないし神段か。あ、代表3人。マックスもかよ。来た、チャンピオンカップ。神竜検定風神。風神いるじゃん。会見で言っていいのかよ、これ。大会行こうぜ。ブライアン、神竜じゃん。初手神竜か。見定めてやるか。はぁ？強っ。これ、なんか絶対当たる説あるな。コンピューターのメタを見つけたかも。まあ、大概こういう CPU 戦って、絶対的なメタがあるんですよ。それを俺見つけたかも。多分あれ、連続技じゃないから、ガードするっていう風になってないのかもな。いけ。よし。一回戦突破。レイジアーツぶっ放すのはありですね、このアーケードクエスト。多分レイジアーツぶっ放、ほぼ当たると思う。なるほど。しかもこれ多分アーケードクエストをクリアしたら最低限修羅には上がってトロフィーももらえるっていう寸法ですね、これは。トロファーにも優しい。検定。よし、オッケー。あ、でも修羅上がった。そしてマックス、お前か。マックス風神に上がってんだけど、ふざけんなよ、お前。なんでそんなランク上がってんの？うわ、開幕鬼殺し。こいつクソだな。お前が一番弱い。マックス。
てん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 超えたわ。お前まさか鉄拳王じゃないだろうな。それともワンチャン破壊神。約束通り来たな。五択はいらない始めよう。やばいやつだ。すげえトロフィー。鉄の拳。鉄拳王だわ。いいね。特殊演出。うお、いけない財布。あの、財布使えるから強いとは限らないぞ。対応できず？対応できず？果敢打たず？奈落に頼っていく。はい、はい。バンバンから、でん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 。果たして財布が出ることはそんなに偉いかね。よし、来た。これで、下段行って、中段からバンバン。動いちゃうか。潰す。はい、スカガク。これめっちゃ、オッケー。おい、これすごい前進するから、すごいスカるんだけど。はい、まず、飛炎にしっかり果敢入れていく。俺が財布など出せなくていいと、教えてやろう。各反応はある技打ちまくり。ダン。お前が一番弱い。人間として、人としての強さ。それを学べなかったか、鉄拳から。いや、これから学べよ。このゲームセンターで。これが仲間との絆です。絆の力。俺の想像を超える成長だ。スキップできなくなったってことはもうエンディングの可能性がありますね。俺が不要だと思っていた鉄拳の楽しみ方や仲間の存在、それがお前の強さにつながっているんだな。これは、そう、だと思います。僕にはいませんけど。ただやっぱ始めたての時はね、やっぱり同じ始めたての人、もしくは、まあ、ちょっと強いぐらいの人に指導してもらいながらやるのはね、かなりいいですね。僕は半年間、最初の半年間はそんな感じだったの。仲間と共に勝利をつかんだあなた。なんかコミュニケーション乗ってるわ。変わったんだな、オロチ。オロチ先輩変わった。鉄拳がある限り、あなたの物語は続いていく。ということで、これで、アーケードクエスト終了かな。なるほど。こういうモードでしたか。ということで、これが、鉄拳8のバトルを学びながら楽しめるモード、アーケードクエストでした。本当にチュートリアルという感じですね。しかも鉄拳8のというよりは対戦のためのチュートリアル。これから対戦を始めたいという人で、完全に初心者の人は、まずこれをやっておくといいと思います。キャラ選びからヒートの使い方、空中コンボを覚えて下段と投げの崩し、最後には確定反撃。本当に鉄拳の基礎中の基礎を学べるいいものだと思います。ただ、足りないです。実践的な空中コンボや壁コンボに関しては学べませんし、本当に使える各キャラクターの主力技、これもよくわかりません。起き上がりの読み合いに関しては説明すらなしと。まあおそらく本当に大事な部分だけを抽出している感じになるので、やはり足りない部分が出てきてしまうのはしょうがないかなというふうには思うんですが、だとしてもちょっと足りないですね。なので、このアーケードクエストはあくまで導入として使って、そこから自分でキャラクターのことを調べて、そしてプラクティスで練習をする。そして形になった時初めて対戦に挑む。という流れで使うのが正しい使い方なのではないかなと思います。それでは動画の方は以上となります。お疲れ様でした。